はいどうも、皆さんこんばんは、モッティです。さあやっていきましょう、マリオパーティー。今日は2 on 2という新しいモードをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。マップは、あれなのかな？普通の、今までのマップなのかな？わぁ !2 on 2だからチーム戦。じゃあまあ、なんか、こっちの方が見栄えいいんで。これでいきましょうか。オッケー！よろしくお願いします。2 on 2ってどういう感じなんでしょうね。ね。なんか、おぉ来た！クッパチーム対ピーチチーム。お、いいぞ。これどっちが勝つのか非常に見応えがありますな。ほう。ほう。なるほど。あ、ちょ待って。あ、マップ全然、え、何これ？全然違くない？なんか、あれじゃん。赤と青ないじゃん。キザータシカメルジャングルの冒険、ようこそ！この場所にチームで来たのは初めてですか？初めてです。本当です。この遺跡、チームで挑む新たな謎を発見したようです。影を使ってあげるとってもゴージャスな宝箱に、チームで塞ぐ大きなバッター。ほう。当然もだ。チームでも、ここは通さんぞ。声をくれれば絶対にだ。背中から離せないぞ。逆走はできないからな。うん。傷を試す仕掛け、たくさんありそうな場所ですね。チームの冒険、一人ずつ違うんで、ルールご存知ですか？ルール聞きます。初めてなんで。はい。二人で一緒にサイコロ振ります。はあ。どんな方向にも進めちゃう。どんな方向にも進めちゃう。はあ。なるほど。まずコインをたくさん集める。はあ。一人がコインを集めに行ってる間に、もう一人はスターに向かったり、勝つためにチームの絆やコンビネーションが必要ですね。はあ。はあ。あ？また、ライバルを踏むとコインを横取りできちゃいます。はあ。はあ。ミニゲームもやる。ミニゲームもやる。はい。ほう。で、このマスにぴったりとバルトスターゲット。ほう。なるほど。スターを目立つかライバルを踏むか。一緒に進むか別れて進むか、しっかり相談して冒険してくださいね。おぉ！それでは、セコココを決めましょう！はぁーん。イェーイ！仲良しー！ 4 が2つで仲良しー！やったぜ。ほぉ、最初のスターはどこでしょうか。そういう感じなんですね。あれなのか、だから四角いところも一マスとして数えて、なんかイベントが起こるのは、その丸い緑のマスとか、まあ VS マスみたいな感じなんですかね。はい。それでは、はい、絆、レディー、レディーゴー、イェーイ。いや、絆が確かめられたぜ。ナイス、イェーイ！心も、アイテムも二つ一つ、勝利の鍵です。さあ行きましょう！よろしくお願いします。じゃあなんで、初めてなんですけど、初めてじゃないかっていうと、風邪ひいちゃってて。まあいい、そんなことはどうでもいいんだ！最後のフルソー、とりあえず。とりあえずフルソー。ちょっとあまりにも汚かったんで。汚らしかった。いいか、マリオ、録音弾け。そうだ、おう、いいぞ、我が輩も録音弾く。どれ、あ、ははは、7だな、ラッキーセブンだ。なるほど、そういうことか。これ、どうしたらいいの？なんか踏んだ方がいいよね。でもさ、これ先行くとさ、あれじゃない？踏んだ方がいいよね。踏んでコインもらおうぜ。踏んで、おら、姫様を踏み台にしていく、悪役の鏡だ、参ったか。ハプニングだ、お、なんだ、おう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 おおお、バッタが大移動していく。なるほどね。みんなも風邪ひかないように気をつけてね。よーし。ほう。まあ、お姫様チームだからな。まあ、勝たせてもらえるとか思ってるね、奴らがいるかもしれないけどね。まあ、そうはいかないですよね。5、1、6。これ6？ お互いに6数？なんだと？おお、痛い。いや、踏まれるのも悪くないな。またバッタン移動していく。いや、女の子に踏まれるのもな、悪くないな。痛い。明らかにトゲがぶっ刺さってそうな感じがしないでもないけどな。まあ、いろいろ考えながらちょっとやっていきましょうか。はい。キノピオシャクだー。なんだ？レタスとベーコン。で、なんだ？取る。どこに置けばいいんだ？置くのはどこだ？あ、ここに置くのか。なるほど。あ、そういうことだな。覇気はどうするんだ？覇気はできないのか。覇気はできない。あ、覇気ができる。オッケー。わかったぜ。任せろ。まあ、要は、指定されたのを、一個ずつ持ってけってことでしょ？多分。そういうことですよね。多分ね。スタート！ピー！トマト、トメト、邪魔だマリオ、どくんだ、トメト、レタース、邪魔だ、邪魔するな、
私が、ひょっとせ。あ、邪魔だ、私が前に行く。あ、よっしゃ。私の方が先だ。あ、次の、トメート、トメート、トメート、はい、トメートも。はい、はい、もう一度トメート、はい、はい、あとベーコンだ、早く、早くするんだ。遅い、遅い、早くしろ。私が全部揃えたぞ。ほら、邪魔だ。たぶんベーコンだろ、次。はい、ベーコン、はい。はい、次。はい、はい、はい。レタース、レタース。はい、レタース。はい。邪魔だ、邪魔をするな。私を邪魔をするな。はい、マリオ、帰り来い。マリオ、遅い。マリオ、遅い。はい、次。レタース。邪魔だ。レタースはいらない。レタースがいらない。レタースがいらないから、トメート。トメート。トメート、早く。はい、はい、取れ。はい、次だ。はい、はい、次、トメート。はい、トメート。はい、トメート。はい、トメート。トメート。はい、トメート。はい、トメート。はい、トメートからの。はい、トメートからの。はい、はい、はい、はい。はい、マリオ、早く来るんだ。早く置け。ここに置け。早く。マリオ。よっしゃー。私たちの勝ちだ。どうするのが確実に勝てるんでしょうね。それがわからない。全くわからなかった。後ろすげえスタスタ歩いてるし。まあなるほどね。一旦の流れはこんな感じなのか。こんな感じで、まあコインも集めつつ、スターも集めつつ、まあでも最終的にはあれですよね。スター集めた方が多分有利ですよね、きっとね。え？あ、ルイージー。お、ルイージーが出るのか。でもこれどうしようかな。サイコロ選べる知ってるけど。いや、さあ選べっつったからな。選べっつったからな、ケノピオが。ケノピオが選べっつったからな。我が輩のせいじゃないぞ。我が輩のせいじゃないぞ。ケノピオが選べって言ったからな。ケノピオが選べっつった、ケノピオのせいだぞ。おいふざけるな、ふざけるな。ケノピオのせいだぞ。あいつが選べって言わなかったら、どうにでもならんか。おお、ヒップドロップしたいく。うわぁ、ああ、ああ。どうだ、コイン全体的になくなっただけだぞ。スターバース、お、あ、マリオ止まってくれた、やったー。なるほどね、これでスターゲットしてくるんですね。マジキノピオのせいだからな。俺が8910クッパサイコルで出せなかったキノピオのせいだから。オッケー、まずは先手取ってく。これどっち有利なんだろうな、先攻後攻。なんか高校の方がこれ結構戦略性高そうだからさ、なんか高校の方が有利っぽいけどね、雰囲気的にね。さあ次のスターはどこ。あ、下行った、下行って、え、ちっか、ちっか、マジか。え、そっから左入ってゴールじゃん。あ、じゃあクッパここにいるの逆にありなんじゃない。ちょっと鼻ズルズル音結構多いと思うんですけど、ちょっとご了承ください。極力ずるらないように気をつけますけど。ね、福笑いくれ、ああ、懐かしい、懐かしい、懐かしい。ここでいいのか。そうだ、その辺だ。ぴったりモンタージュというのが昔あったな。ぴったりモンタージュっていうのが昔あったんですよ。懐かしい。はい。ちょっとどの辺にどう置かれるのか分かんないから、まあ、とりあえず分からん。いきなり動かされすぎて分からん。まあ、その辺だろ多分。この辺かぴったりだろ。おお、おマリオのせいだぞお前、下手くそ。わしは完璧に揃えた。おお、このスーパーテクニックで。そうだ、もっと右だ。下手くそ、下手くそ、この辺だ。スーパーテクニック。はい、もうちょっと右だ、右だ、もっと右だ、バカ、右だ、右押せ、バカ野郎。下手くそ、下手くそが。てめえ自分の顔100回ぐらいか、見てこい。我が輩の方がお前の顔見てるじゃないか。毎日髭を整えないのか。まったく。髭を整えると結構大変なんだ、ですね。最近結構顎ひげも、口ひげも生やしてるんですけど。あ、結構な頻度で、切り揃えないと、なんか雑な感じになると、すごい不格好なんで、ね。意外とあれひげって大変なんだなって。どうした？ひげの話してんのに。急に現れてきて。おぉ。ドッキリマス隠した。何もないマスに止まるとドッキリマスみたいな、そういうことか。なるほど。よし。
じゃあ、ここは普通にサイコロ振るか。いや、クッパサイコロだ。クッパサイコロで銃を出せばいい。それだけの話で。そのために今日はクッパを使っている。俺は10 !8、あ、いいです。OK です。え、8、7、6、5、4、3、2、1、0! ぴったりはっはっはっは。払うぜ。通してくれ。この5コインを使って、2コイン回収した上で、ゲットしていく。はい、下橋です。どうぞ。やったー、連続ゲット。このね、やっぱり、チームワークがね、ダントツですから、マリオとクッパ。舐めんじゃないよっていう。舐めんじゃないよって話ですよ。何年間ライバルやってきてるんですか、僕たちは、みたいなね。あうんの呼吸。あうんの呼吸で、何もかも、やってしまう。もう超鼻声なんで、自分でもめっちゃ悔しい。お!あ、ルイジ仲間にした。あ、なるほど。俺がどけちゃったから通れないと。え!マリオ!やる!あ、惜しい!惜しい!もうだってさ、10回ぐらいさ、これやってるけど、未だにスター引けないよね、誰もね。今までで一番惜しかったですよね。あ、左か。左行っちゃうか。左のどこだ、これ。これ行けたっけ?結構遠いんじゃない?これ。形的に。あ、ロゼちゃんが仲間になった。ロゼちゃんが仲間になりました、姫軍団に。なんだこの、すごいわかりやすいデモプレイみたいな。チーム配置は。マリオルイージクッパ VS 姫3人。あっちこっちフルーツ。なんで我が輩が下の段なんだ。ふざけるな。ふざけるな。ふざけるな。ずるい。わしにもフルーツをよこせ。ずるいぞ。え、これ絶対上、俺だったら勝ってたんだけど。マリオ。頑張れ。お前に全てがかかってるぞ。下がピーチだと思うな。え、絶対俺、あれなんだけど。上がいいんだけど。こんなんだってさ、反射神経もクソもないじゃん。あ、ずる。ずる。取れん!無理!全然落ちてこないんだけど。はぁ?全然落ちてこないんだけど。ふざけるな。全然落ちてこないぞ。全然落ちてこないぞ。おら、我が輩の。おら、やめろ!やめろ!やめろ!わしは本気だ。本気でやってる。本気でやってる。おら、どうだ?余裕かよあぶね。ちょっと、個別で誰か集計してください。誰が一番フルーツ売ってたか。これ、どれぐらい誰が頑張ってて、誰が先輩なのかって、もう誰か教えてください。わかんないです。もう、自分の画面しか全く見えてなかった。オッケー!割と順調。割と順調かな?オッケー。さあ、3ターン目、一旦長えな、これ。長いね。これは、どうしようかな。いや、これクッパサイコロだろ。二分の一に全てをかけるぜ。任せろ。マリオは上から行け。10!1!1!7! あ、6くれた、やった。1、2、3、4、5、6! 嫌がらせをしてくる。踏んで、赤コイン取って、ヒップドロップだ!ザバービル。これでぴったりだ。あ、鍵あるね。あ、鍵欲しいな。鍵欲しい。お、ブロスは無視。お、ブロスが無視。え?何今の。ドッキリ。お、デイジーが鍵ゲットしましたね。花箱開けたいね。開けたいね。どうする?スター10個とか入ってたらどうする?いや、負けじゃない?もはや、かけざスロットなんだ?はぁ、あ、!6! え、これ、押せる?あ、そういうこと。あ、すごい。面白そう。面白そう。ただ掛け算するだけじゃない。え、これ、目押しできる。目押しできる。目押しできるか?ある?トン、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 トン!まあ、サーバービル。舐めるんじゃない。まあ、ポケモンのゲーセンでどれだけ目押しを鍛えたことか。でも、めっちゃいい勝負なの面白いんだけど。やべえ。めっちゃいい勝負だ。Now to fight!
一、トン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 、ドン！あ、惜しい！惜しい！いいぞ。これでもさ、2ターンキルだな。友達とやったら 100% 2ターンキルだな。12だ。マリオ、まず2を出せ、お前は。オッケー、いいぞ。トン、トン、トン、トン！ああ、我が輩の勝ちだ。64以外ダメだ。ああ、ザバビル。ナベルが。あれだから、2ターン目、3ターン目は俺リスク回避して、5で押してたんで、実は。6狙ってなかった。作戦勝ちだ。これがいわゆる、クッパ様がクッパ様であり続けられる理由だぜ。これあれだね。6、だって、6、5、6、30でしょ。24、24、24はダメなのか。25、25、5、5、5、6を2回連続で引き続けたらいいんでしょ。で、1ターンキルはできないから、もう友達とやったら絶対あれですね。ワンターンゲーですね。よし。さあどうしよう。ちょっと、遠いんだよな。遠いけど、我が輩は銃が出るまで銃を振るぜ。てか、あっちはあっちで二人行動しててずるいな。ちょ、わしの仲間が欲しい。おら !1! 3! どうしようかな。ピーチ踏むか。ピーチ踏むべ。ピーチ踏むべ。ひたすらコインをさ、アイテムマス出してしかもね。ひたすら、こう、コインを、取りつつ、なんでピーチから3なの。え、なんでデイジーは4じゃん。あ、なにこれ。え、初めて見た。決闘手袋。お、決闘手袋、めちゃくちゃ懐かしくないっすか。あ、これ×って書いてある。あ、なんかあるんだ。コインドリンク。なんか出てきた。なんだこれ。なんだ。お、なんか飲んだ。うわ、ゴールドピーチになった。やば。あ、やべえ、ノコノコも仲間にされたわ。はい、ミニゲーム、行きましょう。ちょっと、途中、鼻をズルズル、というか、鼻を噛みながらのプレイでございます。バルーンチャンバーラー！なんだこれは？痛い！負けか！負けか！割られたらダメなのか！ずるいぞ、相手！ふぅ！いいぞ。ザマミロー、これがクッパ様だ。どうだ、参ったか。ついよ。クッパついよ。いいぞ。動画が長くなっちゃいそうなんで、極力ね、相手のターンはカットカットで行こうかなと思ってますけどね。カットできなかったらできなかったで、なんか、あ、ミスったなって思っていただけたら。でもどっちにしろ長くなっちゃうからね、前後編にはなっちゃうな。多分どうあがいても。さっきのアイテム使います。決闘手袋。まだ使わない。これさ、でもさ、どうなんだろう。これクッパサイコロで銃出したところで感ある。いや、銃を出す、我が輩は。我が輩はどこまでも銃も出す。だって銃出した方がさ、そのバッテンエリア抜けられるじゃん、絶対。いいよね、その方が。ほらほら、あ、すごい、14、14、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、届かない。届かない。はい、ミニゲーム行きましょう。ちょっと途中、鼻をズルズルというか、鼻を噛みながらのプレイでございます。バルーンチャンバーラー。なんだこれは、痛い。負けか、割られたらダメなのか。ずるいぞ、相手。ふっ、いいぞ。ふっ、ザマミロー、これがクッパ様だ。どうだ、参ったか。ついよ。クッパついよ。いいぞ。動画が長くなっちゃいそうなんで、極力ね、相手のターンはカットカットで行こうかなと思ってますけどね。カットできなかったらできなかったで、なんか、あ、ミスったなって思っていただけたら。でもどっちにしろ長くなっちゃうからね、前後編にはなっちゃうな。